生命はあるもの主義。孫悟空は金と雲に乗って空を駆け巡り古代ギリシャ人は翼をつけて空を飛ぼうと考えた初代お天気博士こと藤原咲平は渦の研究者として知られ今でも台風の時など気象予報士が藤原の法則を解説することがあるので。 ご存知の方がおられれるかもしれません冒頭の文章は大正15年著書「雲をつかむ話」という藤原の代表作から同じく東洋人は自然物を利用することに任せます棒を握って金と雲に乗った孫悟空のお話は有名でしょう深い雪の上をただの靴では歩けないがスキーをつければ歩けるのと同時用に 厚さ100メートル、広さ1平方キロメートルの雲の水滴を同時に踏む工夫があれば雲の上に乗ることができると藤原の妙に真面目なところが面白い一方で西洋人は機械や道具を使う天性がある肩から翼を生やしているエンジェルの絵は何とかしてそのような仕掛けを作ってみたいという気分をそそるでしょうと ひょうひょうと西洋人の思考性を述べています。あるものをうまく使おうと考えた古代東洋人とそれに対して創作意欲の強い西洋思想。雲をつかむのはどちらか私たち人間は息をしながら酸素を取り込み糖を燃やしてエネルギーを得ています。起きている時も寝ている時もひと時も忘れることなく息をしています。 ちなみに死ぬ時になって初めて息は引き取られる健康な時の息は笑っている時のワッハッハのように吐く息が大切もちろん吸うのを忘れたら死んでしまう吐けば必ず吸うようになっています吐けなくなって吐かない人生と呼ばれたくはありません冗談はさておき息をしている間体の中では どののようににをを燃やししてているのか、医学書を参考に書き記してみます。生物科学が専門の大島康郎先生の解説は次のよう酸素呼吸のグルコースの分野は発酵の経路の後に TCA 回路を付加したにすぎませんその TCA 回路も約10種の酵素からできているとはいえその大部分は発酵する細菌も持っている酵素です すなわち TCA 回路の半分はタンパク質を作るのに必須のアミノ酸の一つであるグルタミン酸の合成経路です残り半分は湖白酸発酵などに用いられる経路です要するにこれら2つの経路をつないで TCA 回路の円和を完成することとそれを発酵の主経路につなぐことだけが新たな発明で 2から3個の新しいい発光を用いたにすぎません。酸素呼吸の進化は大変な発明を次々と言っているように錯覚しがちですがほんのわずかな数の発酵を作り出しただけで完成できましたつまり酸素呼吸はなるべく既存の装置を利用して切り抜けようとする怠け者性から生まれたと言ってもいい怠けてでできたのかどうかは定かではありませんが 少なくともそこにあるものに足す形でできたことに間違いありません進化の歴史はあるもので何とかしようというあるもの主義になっているようです実は私たち体の遺伝子 DNA そのものがあるもの主義なのです遺伝子 DNA の4つの塩基アデニンにはチミンとグアニンにはシトシンと結合しています 片方が決まればもう片方が決まってしまうので4種類しかできないことになります。コードする単位は3組単位位。は組ですから 4×4×464 通りのコードができる計算になります。しかし実際は複数のコードが同じ機能であったりして20プラス α しかない。これらのコードを動物植物 すすべてての生命が使っています信じられないかもしれませんがトウモロコシと人間は遺伝子 DNA レベルではおよそ半分が同じなのです。これら少ない記号で多様性を作り出す。誰かが発見したらみんなで使う。あるもの主義が生命の基調になっているのです。科学的・合理的。 文化的生活に慣れてしまった現代人は古代ギリシャ人が翼を使って空を飛ぼうとした発想の延長線上に生きています。実際私たちは飛行機を飛ばし空を駆け抜けます。それはそれで正しい。しかし生命に関しては金と雲に乗る発想に近い工夫で進化してきました。科学は創作力で生命はあるもの主義で。 それぞれ雲をつかんだのです。